皆さんおはようございます。今日はね6月16日今朝の4時57分です。雨がね小降りになるかなと思って待ってたんですけれど、一向にね小降りになりませんので、今日はね初めてかな、こういう形でね車の中で撮影するのは。まあ海辺のね車の中からお送りしたいと思います。さすがにね雨も結構降ってますし、ただここはね風がブラインドになってます。というのも今日は北風です。そんなわけでねここ数日寒いんですけれど、ここはね北風だと、さほどね風が強くならないのでここにやってきたんですけれど、まあ後ろのねあのフェリックスかな、これは葉っぱを見ていただければわかると思うんですけれど、まあ、いつもの海辺です。でここ数日来ね、願いは叶うとか、あと恐れも叶うとか、そういう話をしました。結局ねまあ願いにしろ恐れにしろ、つまりはそれはね意識っていうことだと思うんですよね。まあよく潜在意識とか、まあそれの反対は顕在意識っていうらしいですけどね、要はね思ったこと、心の中で意識したこと、それはいいことでも悪いことでも、楽しいことでも悲しいことでも、意識したことは現実化するっていうことなんだと思います。まあ、ハーマンはねそういう本を読んだことないんですけれど、引き寄せの法則とかねそういうのって、まあ、プラス思考だとかそういう、まあ、思考は現実化するっていう本はねそれは読んだことありますけれど、まあ、そういったことだと思うんですよね、おそらくですよ。ですから悪い意識を持つと悪いことが現実になるし、良い意識を持つと良いことが現実になるっていう、そういうことなんじゃないかと思うんですね。だから日頃からなるべくならいいことを考えよう、楽しいことを考えよう、まあ、悲しいことよりは楽しいこと、悪いことよりはいいこと、まあ、否定より肯定を考えませんかっていう、そういうことなんじゃないかと思うんですけどね。じゃあなぜそうなるのっていうことをね、例えばじゃあ科学的に説明してくれって言われた時に、まあ、実際科学的には説明できると思うんですよね。まず一つ目ね、意識、今私自身がここにいてねこうやって座って喋ってるっていうのは、実はこれはこれをね意識できるのは私自身ですよね。で今これをご覧になっているハーマがね、海辺に雨の日にね朝早くに座って喋ってるっていうのは、それをもし YouTube で見てる人がそうだと分かるのは、皆さんがそれを意識してるからですよね。例えば寝てたら、仮にパソコンとかのモニターがついてても、それが寝てたらね意識できないですから、それはないのと同じことですよね。だから自分が意識したことっていうのは自分自身が意識できるっていうことなんですよ。だから過去に意識したことは実は必ず現実になるっていう、まあ、この場合ねあまり時間というのは関係ないです。意識のね総量が増えていけば増えていくほどそれが実現するっていうことなんですね。ちょっと分かりにくいですかねこの部分はね。まあおいおいねこのことも話して
行ければと思います。ハーマーよく言うんですけどね、人を呪わば穴二つっていう、一遍死んでみるっていう言葉がありますけど、これもそういうことを言ってるんだと思います。あまりね、難しい心理学用語とかそういったことは言うつもりはないんですけれど、まあ、たまに言うかもしれませんけどね。皆さん、まあ、今日はねそんなことを言ってみたくなりました。もう5時過ぎちゃいましたね。また帰ってね、今日はハーマーね、キャベツ運びも大根抜きもないんですけれど、まあ、車検の車をね納車しなきゃ、雨の中納車しなきゃいけないんですけれど、まあ、それはそんな疲れる仕事ではないのでね、まあ、雨で道が混むかなっていうのはありますけれど、まあ、今日お仕事の方もねいらっしゃると思います。まあ、お休みの方もいらっしゃると思います。まあ、あいにくのね雨ですけれど、まあ、雨の日部屋の中でねできることもねいっぱいあると思うんですよね。まあ、お掃除してもいいし、本を読んでもいいし、音楽を聴いてもいいですしね、ぼーっとしてコーヒーを飲んだり、まあ、お酒飲むのもいいと思いますよ、昼間から。で、皆さん思い思いの休日をお過ごしください。それでは皆さん良い一日を。チャオ。